はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第189回でございます。今回テーマが YouTuber の収入っていう、まあちょっと不思議なテーマなんですけど、であと747万円の話っていうのと、投稿やめちゃいますかっていうテーマで喋っていきます。先週のダラダラジオの最後で、次の週は多分相談がね多い時なんで相談に答えるでしょうって話をしたんですが、それね、今週顔出してトークを、まあ、そのね、相談に返すっていうのを一回撮ってるんで、まあ、それ続けて撮るのもあれやなって思って、最近多い、このね、質問ですよ。に答えていきます。で、まあ、YouTuber の収入に関しては、おそらくいろんな人が動画を上げてたりとか、いろんなネット記事が出回ってるので、そこそこね、まあ、皆さんもいろんな知識があると思うんですよ。で、まあ、なんで今回この話をしようって思ったかっていうと、今すごい言われてるのが、YouTuber の、まあ、動画ね、再生された時の単価ってあるじゃないですか。一回再生されたらいくら入りますよ、みたいな。で、大体、まあ、世の中で言われてるのが 0.1 円ってよく言われる。多分聞いたことある方いると思います。0.1 円って言われるんですよ。つまり1万回見られたら1000円みたいな。単純計算でいくとね。で、それが、めちゃくちゃ単価が下がってると。4月、まあ、3月の末からかな。で、それを嘆いている動画をね、上げてらっしゃる方もいらっしゃるとか、あとはまあネット記事で YouTuber ついに廃業かみたいなのが結構ね、出てたりするので、ハイチさん動画投稿やめちゃいますかみたいな。やめても勉強動画残してくれませんかみたいなのを結構来てて、最初何事って思ったんだけど、ね、詳しく聞いていくと、まあそういう流れがあると、いろんなことを聞いて、まあ自分ね、登録者の割に再生数多くない YouTuber なんで、まあ、そう、やめちゃうのかなって心配にされた方がいっぱい来たと。で、それプラス、その747万円の話っていうのは、これちょっと前に話題になったやつなんですよ。これもネット記事なんですね。確かヒカキンさんがね、これに関して動画でちょっと取り上げてたんですけど、で、まあその辺の質問もあったので、まあね、別に具体的な数字を言うつもりはないんですけど、ちょっと話していきます。で、まず、その、やめちゃうかどうかっていうとこなんですけど、やめないです。はい。自分はですね、まあ、今は、YouTuber としてね、いただいてる収入が、本業のよりも、まあ、本業を減らしてるっていうのもあるんだけど、俺の場合は。そう。YouTuber の方が多くなってるから、もちろんなくなったら困るんだけど、もともとは、自分その YouTuber としてが、YouTube でお金をもらえるっていうシステムを知らなくって、で、動画投稿最初1年間全くお金もらわずにやってたのね。知らなかったから。で、ちょうど1年後ぐらいに、それを知り合いの人から教えてもらって、そういうプログラムと、パートナープログラムっていうのが確か、があるんだよって。で、でも広告がつくと。で、広告がつくと、自分も最初の5秒とかうざったい時あるわけだよ。5秒かよみたいな。たまに15秒とかさ、人気の方だったら1分とかあるでしょ ?60 秒とか。で、それがあれかなと思って、その当時ね、当時から見てくれてた方につけてもいいかなって相談をしたら、たくさんの方がね、いいです、それでもいいですよって頑張ってくださいって言ってくれたんで、その広告をつけるっていう。そっから、まあ、YouTuber って言い方はわかんないけど、その収益をもらうっていうのを1年後に始めたのね。もともと自分のこの YouTube 動画投稿する中での、まあ、人生設計としては、YouTube でお金をもらえるとさらさら思ってなかったから、そこで、まあ、ひとまず、こう知名度を上げていく。ね、こういう人がいるんだって。で、そっから派生した仕事。例えば、なんか講義をする。授業をどっかでさせてもらうとか、あとは参考書を出すとか、本を出すとか、そういった別の仕事に派生していったらいいなって、って思ってやってたの。そう。一番はずっといつも話してるけど、学生のみんなが少しでもね、少しでも勉強の面で苦労しないように、まあ笑顔の元になるようにとか言うけど俺。っていうのが元々の根本なんで、別にそこが今例えばここで YouTube で収益がゼロになったとしても、それは別に続けていく。ただ、自分が最近やっぱ思うのは、もう、まあテレビをね、テレビの方が影響力圧倒的に高いけど、YouTube ってまあこの動画媒体、まあ、ニコニコとかもそうだけど、動画投稿のその媒体っていうのはものすごいやっぱ影響力がでかい。だから、YouTube って場所がなくなったら、きっとそれに変わる場所ができるんだよね。プラットフォームがきっと。そう。だからそれが、もし収入がもらえるんだったらそっちに移ると思う。そこは綺麗事なしにして、ただそのシステムはちゃんと見るけどね。ユーザーの方がお金を払わないと見れないんだったら、それは多分違うし。まあ、ただ、まあ、家族をね、支える身なので、そこの、まあ、兼ね合いはあるけど、でも本業で別にね、ちゃんとやればいいだけの話なんで、っていうところあるから、辞めるつもりはさらさらないです。はい。っていうのがまず、まあ返答だよね、そこに関しては。
で、まあ、あと747万の話なんだけど、これは、YouTuber の平均給与が月747万っていう記事が出たんですよ。月だよ。年収じゃないからね、これ。1ヶ月の月収が747万っていう。俺見た時びっくりしたよね。俺 YouTube で年収こんなもらったことないよ、みたいな。半分もいかないよ、みたいなね。って感じなんだけど。そう。どういうことかっていうと、で、これは、結論から言うと、日本のトップ20。いい？ YouTuber でトップ20ですよ。もうみんながきっと名前を知ってる人ばっかりだよね。20人の平均月収を計算してみたらこうなりましたよっていう。それも不確かな情報なの。例えばですね、ヒカキンさんがいくらとかそんな発表されてないからさ。そう。っていう感じ。でもすごいよね。こんなにもらってんだと思って。まあもらってるかわかんないけど。そう。っていうのがあってさ。で、それに関しても質問前に来てて。いや、もらってないよ、俺。さっきも言ったけど、年収でもこんな行くわけがない。そう。もうね、遥か雲の上の上の上すぎて。そう。っていう感じだよ。で、さっきの、その、単価が下がってるって話があって、まあよくネット記事、俺も、YouTuber 自身にも、単価っていうのは情報降りてこないのね。俺も知らないし、自分の単価わからないんだけど、まあ、0.1 円って言われてたのが、0.025 円かな？ 4 分の1まで下がったみたいな。が言われてて、だから収益すげえ落ちてると。で、自分ね、ちょっとそこは楽観でいて、少し。で、なんでかっていうと、俺、毎月ね、2015年から毎月いくらちゃんと入ってるとか、どの日にどれぐらいもらってるかみたいなグラフにちゃんとして、プリントアウトしてるの、全部。2年間分今全部保存してあるんだけど。で、それを見ると、4月、5月ってのはものすごい収益下がるの、いつも。2年連続でめちゃくちゃ下がる。だから、今年も確かに、先月の3月に比べれば下がってる。めちゃくちゃ。下がってるんだけど、それ、毎年のことなんだよ、俺。そう、だから、正直、あんまり実感がないの。で、他の方みたいに、例えば、この前、水溜りボンドさんがテレビ出たやつかな。それ、ツイッターでフォローしてくれてる方が教えてくれて、自分テレビあんま見ないからさ、YouTube で探したら動画あったんでさっき見たんだけど、子供たちにね、一日動画一本で最高いくらですかみたいな。最高か、動画一本でいくらですかみたいな聞かれ方をしてて、なんかガリガリ君何本みたいな表現をしてたのね。で、その時、カンタさんかながガリガリ君2000本みたいなことを言ってたから、多分70円だよね、ガリガリ君確か。だから、単純計算で14万円だと。動画一本で。そう。で、自分の場合は、動画一本投稿で、まあ、1000円いくかいかないかっていう多分次元なのね。ただ、勉強動画だから、昔撮ったものも、例えば中1の撮ったものも、次に中1になってくれるかまた見てくれるわけだよね。だから、だんだん毎年毎年再生数が伸びていくっていう動画の、まあ、そういう特徴があるから、まあ、その面はちょっとね、差はつけらんないんだけど、でもやっぱり圧倒的に違うんだよ。うん、もうちょっとね、23万人登録者行きますけど、やっぱり他の23万人の方、普通に1本動画ポンって投稿したら、10万再生とか当たり前に行くんだよね。うん、でも、そういうのは全然ないからさ。多分このダラダラジオ今見てくれてて、再生数見てくれたらわかるけど、きっと多分1000行ってるか行ってないかとかの次元だと思うんだよね。2、3日経つと多分2000、3000行ったりする時もあるけどさ。そう、だから、YouTuber としては全然参考にならないんだけど、ただ収入いくらですかって言われたら、いつもは、初任給ですね。学生のみんなちょっとよくわかんないかもしれないけど、大学生とか、専門学校卒業して、初めて社会人になった時、あとバイトじゃなくてね、社会人、就職して、社会人になった時の最初の給与のぐらいはもらえますっていう表現をします。で、本当にそうだから、俺。そう。だから、みんなのお父さんの収入はいかないな。みんなのお父さんの年だったら、うん、いかないと思うけど、でも、まあ、大体、じゃあ22歳とか20、まあ、25歳前後の、会社で勤めてる人の給与はもらえたらいいなぐらいかな。4月とか多分無理なんだけど。うん、っていう感じ、俺は。一応、まあ、本業があるっていうのもあるけど、まあ、家族、まあ、4人ね、贅沢をしなければ、やっていけないことはない。っていうのはもらってるのね。まあ、そんなぐらい収入っていうのは。そう。だから、すげえ夢のあるって話は全然できないんだけど、現実的なこと言うとね。でも、自分は、こうやって教育の関係の YouTuber が増えたらいいなって心から思ってて、で、なんでこの話をしたかっていうと、その、
どうしても YouTube ってエンタメ要素が強いよね。楽しい動画っていう面が強いから、この勉強とか見てわかるように再生数が伸びないんだよ。だからやっていけないってやっぱり言われちゃうんだけど、やっぱりこう長くやってきたからっていうのもあるけどさ、でも一応こうやってまあ家族を養っていくことはできる。もしね、危ないよ、明日がどうなるかわからない仕事だから、うん、本業は必要だと思うけど、でも教育だったらしっかりやってれば、例えばここでなくなっても違うところで授業することはできるし、ちゃんと自分磨いてればさ、うん、とは思います。はい、結構ねこう勉強動画やろうと思ってるんですけどって相談もいただいたりするんでね、自分はぜひ頑張ってやってくださいよって言っちゃうんだけど、特に学生なんかが多いからさ、大学生のうちなんか全然やっていいと思うし、うん、っていうふうな思います。はい、なんかね話が行ったり来たりしてしまったんですけど、ひとまず今回伝えたかったのは、動画投稿はやめるつもりはさらさらないです。まあその YouTube ってものがものすごいなんかシステムが悪くなってしまったりとか、使い方が悪いものになったらわからないですけど、でもまあ学生のみんな、学生のみんなじゃなくてもね、こう見てくれてる方たちが、自分の意思だけで無料でね、好きな時に何回でも見れるっていう環境は、どっかの場所で続けていきたいと思ってるので、まあ、そこは変わらないですね。まあ、根本にあるものが変わらないので。で、747万の話はそんなにもらうわけないよっていう1年間やっても俺はもらえないよっていう話です。ただ、1ヶ月でまあ贅沢しなければ家族を支えていけるぐらいは教育でも、うん、やっていくことは、ここまで持ってくることはできるんだよっていうのはちょっと伝えたいなと思ってこんな話をしました。ごめんね、お金の話になっちゃったんだけど。では今回はハイチのダラダラジオ第189回、YouTuber の収入っていうテーマで喋らせていただきました。これ大丈夫かな今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で、次回以降なんですけど、ちょっとね喋りたいテーマがいくつかあって、でその中でも一個すごい喋りたいのがあるんだけど、ちょっと準備がねかかるものなんです。そうなのですぐに多分できないんですけど、まあ、また相談くればそっち返したりとか、で緊急なものがあったりとか、どうしても伝えたいものがあればこの前みたいに顔出しで撮ることもあると思うので、まあどっちになるか分かんないですけど、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。